自分のため、そうかもしれない。ジェフのためになることでもある。強引にジェフを湯浅町に誘ってみた。もちろん舞にはちゃんと伝えてある。本場のお醤油を味わいたいから案内して、ユキナにそう言ったのは確かだけど、醤油は日本中どこでもあるのに、なんでわざわざ和歌山まで。本物のお醤油をジェフに分かってほしかったからよ。この湯浅こそ日本のお醤油のふるさとなの。今から760年前くらいに宋から帰国した禅僧の覚心様が金山寺味噌の作り方を伝えたのよ。金山寺味噌。宋の金山寺で作っている保存食はおかずや調味料になる。煎り大豆を砕いて麦と一緒に蒸してから、塩と混ぜて小さく刻んだ野菜を漬け込むと、40日後くらいから美味しくなる。それが金山寺味噌よ。湯浅では今でも伝統的な金山寺味噌が作られ続けているの。金山寺味噌が出来上がっていく途中で、旨味が染み出た上澄み液が上がってくる。その上澄み液を舐めてみたら、とても美味しかった。これはこの発見が醤油誕生の第一歩と言われていて、それが醸造醤油発祥につながったのよ。なるほど。つまり湯浅こそが醤油醸造最初の一滴の地なのよ。 Fantastic。江戸時代にはこの地の木材やみかんが船で江戸まで運ばれて、その時江戸に湯浅の醤油も伝わって、やがて全国に広まっていったらしいわ。そうだったのか。湯浅に連れてきてくれた理由が分かったよ。お醤油の歴史だけじゃないわ。見て。わー、タイムトラベルしてるみたいだ。伝統的な古い建物が大切に使われているのよ。なあ、早く伝統の醤油を味わいたいよ。任せといて。湯浅は紀伊水道の魚が美味しいのよ。揚がったばかりのシラスにはほんの 1,2 滴の醤油がおすすめよ。ああ、醤油の香りと海の香りのマリアージュだ。食材の甘みを引き立てる醤油ってマジック調味料だ。ほかほかご飯に隠し味3滴と。醤油は今世界中に広まっているけれど、本物を教えてくれてありがとう。アイスクリームに一滴、コクが増すマジックよ。地のもの、本物は本当に美味しい。いろいろ悩んでいるけど、好きな人と一緒に美味しいものを食べる、これが一番かもしれない。舞へのお土産買って帰ろうっと。ユキナが日本の醸造醤油を紹介するためにジェフを連れて訪れたのは和歌山県湯浅町。醤油醸造業など商工業を中心に発展した湯浅の町並みは今でも往時のまま残っており、2006年12月に日本初の醤油醸造の町として重要伝統的建造物保存地区に選定された。